どうもお久しぶりです。チャーさんこんにちは。いつもトラドルクシリーズ楽しみにしております。早速ジミーを購入させていただき、毎日見たり聞いたりさせて、もらってます。質問なんですが、ギターのことじゃなく、ジミーを見たり聞いたりして思ったんですが、家族、親子、兄弟とは何でしょうか。何かこういう質問をしてみたくなりました。答えていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。これね、家族、親子、兄弟とは何でしょうかと、まあそれはまあ人それぞれだと思うんですけども、まあ俗にその血のつながっている家族、だったりですね、まあ兄弟、親子っていうのはまあそういうところで、まあ常識的にはですね線を引っ張っているんですけども、まあ俗に最近今の人たちも使ってるし、我々も使った言葉で、まあ英語ですけどファミリーってありますよね。なんかこうファミリーと家族っていうなんかこう違う感じがしませんか。こうファミリーっていうのはなんかやっぱり一つの同じ価値観を持った集団のような気がするんですよね。でその一つのやっぱり同じ価値観っていうのは何かっていうと、やっぱり、それがお互いをですね、やっぱりこう尊重し合う気持ちを持っている人間同士っていうか、その俺が俺がっていう人でもですね、実はあいついいやつなんだよねっていう人は、ファミリーになれる。俺は俺やつは本当にそいつのことしか考えてないやつ、とにかく人の悪口しか言わないやついるじゃないですか。その悪口っていうか、そのマイナスな部分ばっかり言う人で、自分はどうなんだっていうふうにこう棚に上げ、みんなお前におちゃんお前どうなんだよみたいな、でそれに気がつかない人っていうのはやっぱりお付き合いしていけなくなりますよね。なんかこうそこにやっぱりそのそれが例えば兄弟であっても親子であっても、不幸ながらそういうやっぱりお互い慈しみ合う、もしくは尊重する、尊敬するっていう心がない同士っていうのはやっぱり非常にその家族であるとかファミリーであるとかっていうそういう言葉に象徴されるような間にはなかなかなれないんじゃないかなと思うんですけども、でもこれはやっぱりどうなんでしょう、その人だけの問題では僕はないと思うんですよね。やっぱりその人の育った環境とかね、いろんなもんが作用してですね、今の人間形成っていうのは個々の人ができてると思うんで、まあ最終的にはそのどんな人でもいますけども、まあ一人で人間は生きていけないと、やっぱり誰かとですね、まあいろんな意味で寄り添ったり助け合ったり、たまには、喧嘩したり戦ったりしながらこうなんかやっていくのが、まあ人間の本性というか本性というかですね、差じゃないかなと思うんですけども、そういったこう初めて会った人でも長年付き合ってる人でもやっぱりそういったまあどっかこう最初に言ったなんかお互いをやっぱりちゃんとこう敬愛できるというか、相手の人間性を見て自分を顧みれる人っていうのはもういつでも家族なんじゃないでしょうかね。俺はまあその今度はまあ僕は男ですから、女性の場合はやっぱり子供に対する考えとか感じ方っていうのは僕の考えとは多少は違うとは思いますけども、でも全部ひっくるめて本当にそういった家族というものが地球規模で広がれば、今みたいな世の中には僕はなってないと思うんですけども、まあ僕も含めてですね、やっぱりこう、まあ宗教とは違うところですね、やっぱりこう人を尊敬して尊重して、でかつ自分もちゃんと尊敬して尊重してやるっていう、そういうやっぱり知性っていうんですかね、知性を持った集団に人類はなっていかないとですねいけないんじゃないかなと思いますけども、なかなか難しいこれ質問ですよ。これ人それぞれなんで、まあとはいえ実家ファミリーは実家ファミリーでいたいなと、常に思って、まあ、会社はやっておりますけども、まあ、気がついたらもう孫がいるわけでございまして、私もいろんな、まあそういう意味では孫1年生でございますからね、まあ、孫を持つじいちゃんが1年生ですから、まだまだ分かんないことも多いんですけども、その分かんないところをみんなで助かる、これは家族じゃないですか。どうでしょうか。